はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのお寿司の新商品、バラエティ寿司ロールの紹介をしたいと思います。値段は1680円でした。3本入ってますんで、1本あたりは560円になります。これなんですけど、これ、ちょっと前に出たお寿司の新商品で、新しい巻き寿司出てると思って、以前にも このようにサーモン焼き様寿司なんていうのを売ってたんですけど、こんな巻き寿司初めてだと思って、どんな味するんだろうなと思って、これは買わねばと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、全部透明のパッケージに入ってまして、中が見えるようになってて、3種類の巻き寿司が入ってるのわかりますね。いや、美味しそうですよね。 蓋を開けると、こんな感じで、両端に普通に巻いた巻き寿司と、それと真ん中がこれ、反対に巻いてごま振ってある、なんかアメリカっぽい感じですよね。いやー、美味しそうですよね。それで見てみますと、これネギトロ巻きですね。ネギトロ巻きが入ってまして、この真ん中のが後から調べたんですけど、スパイシーツナ巻きって書いてありました。 それでこれがシーサラダ巻きっていうのになります。それでわさびが2個とお醤油とガリがついてました。お寿司はみんなこのように初めから切ってあるのが入ってました。一つずつ出してみたのがこんな感じなんですけど、それで味の方なんですけど、まずそれぞれ別々に食べた味の感想から言います。まずこのネギトロ巻きなんですけど、 コストコでおなじみの結構本格的なマグロのたたきのネギトロ巻きでこんな感じで大葉とネギがアクセントになってて美味しかったです次にこのスパイシーツナ巻きなんですけど見た目も変わってて普通と反対に巻いてあるんですね海苔が内側に巻いてあって外側にゴマを振ってある感じでアメリカっぽい感じですよね それで味はツナをピリ辛で和えた味のピリ辛なんですけどお子さんでも十分食べられる辛さの味でした次にこのシーサラダ巻きなんですけどこれがホッキ貝とエビとイカをマヨネーズソースで和えた感じの味でコリコリな食感のマイルドな味でしたそれで全体的な味の印象なんですけど定番で 大葉とネギがアクセントのネギトロ巻きとピリ辛で巻き方も味もちょっとアメリカっぽい感じのスパイシーツナ巻きとホッキ貝とエビとイカをマヨネーズソースで和えたマイルドなシーサラダ巻きの3種類が入ってて定番の味とピリ辛とマイルドが一度に味わえるちょっとアメリカっていうかコストコっぽさも味わえる 美味しい味でした。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのお寿司の新商品、バラエティーロール寿司の紹介をしました。ちょっと変わった食べたことない味の3種類のお寿司で、みんな大好きな癖のない味って感じで、お酒のおつまみにもお子さんのご飯にもなるような美味しいお寿司でしたんで、皆さんもよかったら一度お試しください。 チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。